スサンウォーズでは4名が2店舗で同日実戦、関西軍、関東軍それぞれ1名が出陣し協力してサマイスバトルを行います。サマイス1000枚ごとに敵軍の陣地を1箇所獲得できます。陣地は全部で10箇所あり、最初は5箇所ずつをそれぞれの軍が所持しています。この10箇所を全て制覇した軍は全国制覇チャンスに挑戦。この戦いで勝利すれば見事全国制覇達成となります。さらに先に2勝したチームはギャラが大幅にアップとなっております。はい、4-1。ちょっと終了画面気に入らないですね。まあ出ただけでよしとしましょう。おっと、いきなり話が変わってきたよ。なかねえ、なかなあんじゃねえって思いたいですね。はい、コロンビーヌすごいね。天国で天国以外天国、よしすごいね。よし、150もしっかり踏んでいこう。あ、いいねいいね、これで150を踏めた。ちょっともう前兆始まってんだけど、待って、これ強制だわ。強制解除、大崎さん強制解除した。ええー、うん、そんなの見たことないけど。ワイ強制解除っていうか、ごめんなさい、あの強制の、ま、からくり役だから。ああ、そうで、モード A、B にいた場合はチャンスも来るし、モード C いたら直撃になるっていう。なんだかすごい詳しくて好きになった。ちょっとかっこいいね、しんのすけさん。あー、残念残念した。出たよ、まあ一応出たよ。奥義使うわ、奥義。お店にある備品を全部使っていかないといけないんでね、やっぱり。さあ、というわけで2発通して投資31本、出玉440万。ほら、これだけさ、チャンスの成功率が悪いと自分でレバーを叩けないメンタルになってくるでしょ。そしたら叩く必要ないんですよ、自分で。できるね、奥義っていうね、ちょっと中二病全開ではあるんですけど、万有引力っていう奥義がちょっとやっていきたいと思いますんでね、さあ、しんのすけレバーオン108の奥義、万有引力参りたいと思います。バカじゃん。いきます。いい年こういったおっさんばっかじゃねえのってことやってんのが面白いんだろうな。そうですよね。あー、ダメだ、今日は何やってもダメだ、調子悪い。よしよし、いいぞいいぞ。はい、なるみ、いいぞいいぞ。やっとスイカの煽りが出てこい、出てこい。あ、出た、やっと出てきたよ。これで10回だったってことかな。ね、幕間でリプレイ2連、こんな美しくリプレイいかないですよ普通。ちょっとリプレイ3連当たらないですか。ありがとうございます。まあ何にしても当たってる。しかし残念ながら早い当たりにかかわらず劇場の貯金がないってやつですね。当たりましたか。当たりましたけ、あ、ワイはね、お願い。これはもう出て当たり前な空気感でやってった方がいいですよ。 ありがとうございます。嘘だろ、またスイカ2回なんだけど、本当に
やばくない？スイカ3の2の2だよ。あ、さすがにこれはスイカ3かな。一応規定回数残り3回以内、いや、やっぱ来るね、マクワイ来るね。あ、来たわ、やばいっすスイカの規定回数3回、2回、2回って刻んでます。相当やばい。さあラストゲームとはいえですよ、ね、よいしょ。ちょっと慌てる。こんなにゴリゴリな挙動されたら普段慌てないんだけど慌てる。うん、やっぱ中身あるな。完全にありますね。出さないとって気持ちになるもんね。うん、そういう煽り方本当に今日からくりありだな。はい、なるみです。え、遅刻してんのあいつ。寝坊したみたいガチで寝坊したらしい。絶対炎上させちゃうからなガチで許されないよそんなの。数年ぶりにやったっつって。そんなふざけたこと許せない。出てるって。出てんの。さっきあの通り過ぎた女子可愛かったね。可愛かったですね可愛かったねえ。2人でこうやって目で追ったもんね。こうやってね本般な感じでね、よかったです、はい。さあ行ってきましょうか。ここの分なんか可愛いんじゃね店員さん。いいですね。なんでもいいんじゃんねえ、もうなんでもいいんじゃんよ。なことはない美女だったら美女ですか。素敵、素敵な美人さあ、さあ行きましょう、行きましょう、もう。いいです。元気になっちゃってなんか、ねえ、美人さん見るとこう。これなんで何話の、どなたですか。どなたですか。お店の方なの。業者の方。なんか、ハニトラはめられてんじゃないですか、ちょっと。ワイも使ってください。5割引きになりしときます。ガチめであの営業かけます。お安く、なんならタダでいいです。はい。本当にやるからね。本当に。本当にタダでやる、はい。なんならタダで、はい。アテンドはあなたが来てくれるんでしょうか。タダで行きます、はい。よし、来年もやっていけそうな気がしてきたのか分からんけど。何を、ケツばっか見てましたね。ケツしか見たかった。素晴らしいな、なんて。もう早くやろうぜ、どんどんボロが出るからよ。やばいんだよ、このまま行くと。打つだ打つだもん。はい、チャンス目引きました。これで規定回数到達なんで本前兆、その後出てくるのがチャンスゾーンなのか直撃の AT なのか。まあ A にいる場合はチャンスゾーンで、 C にいる場合はここがランプ点灯しますね。で挙動的には全然 C にいてもおかしくない感じではあるんで、ああそっち出てきた。普通にチャンスゾーン出てきましたね。と言ってここつく場合もたまにあるんで、はい、投資が14,000円の実質ゲーム670ゲーム。いやー消えなかった。はい、初当たり取りました。取ってんのかい。14,000円。あら珍しいな。待って、何も引いてないのに降格いって、ずっとバトルの煽りなかったんですよね。ってことは多分劇場当選してると思うんですが、要は50ゲーム到達した時に内部的に降格だったと思うんですよ。ただ降格移行ケーキを引いてないんですよね。どういうことだこれ。降格移行ケーキって弱霊区だけだよね。弱霊区成立時の降格移行率しか公表されてないんですよ。で引いてないでしょ。引いてないよね。ってことは外れ時の、勝手に予想するよ、 0.39%、 2ごろ分の1で降格移行したって勝手に思うことにする。うん、
うわ 40% 取んねんだ本当。はい、うわデフォルト画面が5-4きつい。いやまずい。ちょっと台はいいけど俺の挙動が悪すぎる。もう変顔するしかないよね。5枚目、やばいなこれ。沖さんにがっかりって言われそう。今年45本ですね。これは結構使ってますね。使ってますよ。今だって800生まれましたもん、ストレートで。ちょっと深かったのよ。800か300点得したのか。よしとしとこうか。いいよいしょ、いいよいしょ。おお、ありがとう。これは予想外でした。ありがとうございました。よし、なんとか取った。やる。取りましたよ。総投資45本からの4発目の AT。200万円取れたんで、OK しておきます。うわぁ、こういうことがあるから。うおぉ、頑張ってる。よしよしよし。よしよし。おお、あれ、だいぶいいんじゃない今。今日ときましたよね。チャンス目からの強中離、残り2ゲームからの。こういうことがあるから。残り2ゲームからの生き返ったんだけど、ハーレクイーンかよ。勝たないかな。なるみスタート。もう一回なるみでドーン。やった、勝った。よし、え、嘘。いや、勝ちますこれは。あ、あれ、マジか。100踏みました。ギリギリ助かった。いいよいいよ、いいんじゃない、いいんじゃない。無理やりな踏ん張りですね。勝ちにつながらないかな。いい音してんな。いい音してるよ。ブリゲラでした。勝ったじゃん、勝ったじゃん。これ取れてこそからくりだぞ。負けたら意味ないんだから。よっしゃ、からくりらしいですね、本当に。ありがとう。ちょっとこれで600ゾーン超えちゃうと5-6って言えなくなってくるな。あれ、話が変わってますよ先輩。うん、はい、デフォルト画面500枚、1枚でした。うん、そういえば特になかったです。マサルからのスポットライト。あー、よかった。はい、600ゾーン、なんとか面目は保たれましたね。まずい。まずい。
これはまずい、まずいな。もう前半戦とは真逆の展開になっちゃってんだけど素人のおっさんかお前途中から設定変わったんだよなってよくあるんですよ。ちょっとね、眠くなってきちゃいましたよ本当に、あまりにひどいから。でも考えてるマジで君と一緒ですね。ワイはまさかのここで当たってしまったっていうね、台変わろうかと思ってたのに。まあ問題はこれ当てられるビビンだけど、当てられる全然違う挙動で、うわ天才かも。天才がおりましたねここに。何いや当たっただけですうわいおい、リプレイからのスイカ、ほとんどしんちゃんさんと一緒になりました。私サマイ的なものはうわい、投資は入ってんだけども枚数は今のところワイの方があるからな。うしょい、一気にこっからだわ、行くとこ行ったらわ、くそい。ここはナビなくていいんだから。いやいやいや、ないと弾増えないからね。うん、ザ普通でした、やってしまえ。しかしまだ始まったばっかり。おー珍しい、この張り紙は珍しいよね。黄色、写真撮っとこう、あんま見ないから、これあんま見ないよ。いやでもテンションって直結するよな挙動に。あーダメ、あー大変大変だこれは大変だ。はい、今3万5000円使って追加投資でございます。これ1000いきますね、大変ですわ。参ったな、突然弱子役からの勝ち感でした。いやいや勝っちゃってよもうどうせ。やったらよし、お調子出てきちゃってました、出てきちゃってますね、はい、なんとなくだらだら続いてるよ。そんなたくさん出てないけど、僕は確実に金使ってますね、うん、これ3枚逆転まであるな。ありますね、あるある、うん、いい音してんな。発展してほしいです。余裕あるな今の言い方、うん、チャンス目でした、ありがとうございます。よし、これで250も踏める。さあ、800ゾーン赤まで行きました、お願いします。ここバーン行き、ま、バーン行ったら C です。言うわけないよね、まだチャンス。とりあえずまた800ゾーン、2回目の800ゾーン。問題はここ俺がやれるかどうかだわ。はい、実質ゲーム504ゲーム、総投資3万9000円で4万円、これで総投資4万円、3万円逆転ですね。通されたらそこでまた追いつかれる。うわ全然子役揃わない、あーまくられるハラグリ負けてんですけどね、まくられるんですけど、うお、やった、あります、まくられました、通せません。もう僕ダメです、今日当たりにしてほしいと思うんですよ正直もうダメ、マジ5時間前に戻りたいんだがマジで5時間前に戻りたいんだが。え、今日のピークは何、スイカ2回2回って言った時、3-2-2って言って運命の一撃を決まったところがピークでしたね。確かに朝一一発目のチャンスゾーンから行ったんだっけあれ。そうそうそう、
確かにその時は2人ともなんかコンプリート対決だとか言ってたなそんなこともありましたなダメだもうダメだ俺今日はもうやめた方がいいさあ、ワイは終わりまして698枚頑張ったと思います。これはまあまあこれはちょっとね、まさかの4万投資ですよ、最初4000しか使ってなかったもんね本当に面白いな本当だもん、こんなトリプレイ今日2回目ですよ。まあさすがに向こうは奥さんがまあまあ負けてんだろうかな。いやいや勝手なこと言うもんじゃありません一応今スイカ10回目引いたんで、ああ10回で反応した、幕開がスイカ10回で反応しました。来た来た、これ4回目の幕開っすわ。普通に考えたらこんなもんあるって言うんだけど、詳細を俺把握してるんで4ですね。なるほどね、幕開の規定回数、スイカ規定回数優秀な4、うん、4。え、これちょっと切れていいかな4ゲーム連続公約揃ってんだけど幕開でそう天才ですね待って、5ゲーム連続で5ゲーム目にチャンス目引きましたすごいな何かよ。はい、あ、これ大崎さんまくるよ俺。うるさい。これ流れ変わったよ。確かに。うん。ワイは今手が出てハマり一直線モード突入してるんで。天国抜け直後の幕開で助けられた感なんで。しかもこれだね。あんまこう力入れちゃダメだね。しかも今の幕開チャンス目で劇場取ってる。すごいなあんた。確かにまくられるな、またこれで、ここ力入れちゃダメなのよ、もうなんでチャンス目引かないのみたいな感じで。あー、もう悔しい、もう悔しい取れなかったあ、こんな適当な打ち方俺しないのに。いやー、しかし楽しいっすね、からくり、ほんと頭きちゃいますよね。頭きちゃいますよね。情緒不安定にはなる台だからね。マジでこれ何度どついたことかだよ本当にからくりは。いやどついちゃあかんやろもう。大丈夫大丈夫。初めてやったから15年ぐらい経ってんだからもうどつかないでくださいよ。バレなきゃいいんだよ。あれバレるやつが悪いんだ。バレるやつが悪いって言ったよ今。言ったよ、なんかすごいこと言ってるか、うん、それはやっぱり言いたい人がいるからね、バレないにあれよっていうのはね誰のことでしょうかあんまり言うと嫌われるからやめよう、本当に。ところでなんで天国抜けたのに100で青いことですかね。 B ですか、噂のこれよくわからない挙動になる時あるんだよな、こうやってオッケー、劇場取ったぜ、セクシーマジでどつくぞ、本当に。はい、キッスをぶち込むぜ。くー、お前らそれはでも舌は入ってねえよな、信じてるぞ。15%、この、うん、この辺か、はい、2回目取ったよ大崎さん。マジでなんでそんなことになるの。さあ、これがからくりの面白さ。さっきまで墓場に入ってたのに復活、ありがとうめい。すごいな、本当にすごい。はい、200ゲーム。マジですか。はい、あんたさ、今日プラスってなってたのにワイの方がおかしいだろうよお前。
残りしかももう20分ぐらいしかねえぞ。まあさあこれ降格のまんま50ゲーム踏めました。 40% で劇場です。あー負けた、くそー今の負けたんだ。はあ、え残り何万なんだ。残り今300枚です。で今リージかかってんだよね。かかってます。マジかよ。いやいいとこでやめようかと思ったけど無理だなこれ。行くしかねえな。これまくったんじゃないですか。えまくられてますよもう。僕がいくらだっけ。えあんたの上だよ。お前これもう当てない限りは負けてます。うっそうって感じ。すごいねこのすっごいこう低レベルのシーソーゲームやってますね。超低レベルのやつを。かわいいかわいい。おなんだオールキャストじゃねえかよ。あなんでハーレクイーンだよ。あもうダイナマイトセクシー。いいいい、こういうダイナマイトセクシーだからいい。あーパネルショット、この瞬間、運命の一撃。マジか。 50% 本当にすごい人ですね。あんた見に行ってみよう。さあそれぐらい応援してやろう後ろで。あー応援してあげるよあなたのこと。すごいから本当に、はい、これ運命一撃取りました。ありがとうございます。応援する前にやってたよ。ちょっとお前待てよ応援来たのにわざわざ先に通してんじゃねえよ。次は通すから、絶対に通すから。いやちょっと本物やな君な。いやいろんな意味でもうかなわないと思って。これで 15% あーダメ。いやもう行っちゃってんだろ。すごい簡単に行くからな。400枚の、はい、分かった、頑張って頑張ってくれ。もうやめんの、やめんの。いや、もう時間まで打って誰だら減らして終わるからさあ、チャンス目 40% で運命連鎖の挑戦権獲得。出てきたのはディアマンティーナちゃん。すごっ。これぐらい本当にスパッとこう2回も行かれちゃうと叶わねえなって感じですね。 40% で運命連鎖 OK。 運命連鎖、さあ運命連鎖取りました。本当に簡単にいく人だなあんたね。24分の1の3枚ベルを取れれば、あ3度目止まると。ただし一部 5% で例の強3度目あれだと3枚役でもいかないんで。なるほど。だからカットイン出て24分の1なのかそれとも7分の1のリプレイなのかっていう攻めぎ合いになってきます。さあ行きましょう。もうすでに今7分の1リプレイ引いてるんだよね。はい、いきましょう。このかぼちゃさんベルがね中リール中段止まればほぼ2画。うぅ惜しい惜しい。で実はここ15ゲームぐらい3枚役ベル引いてないんですよ俺。で熱いよねその流れっていうのを意識すると。ああ緑だ、もうこれ行きましたわ。パネルショートしたんで。はい上位行きました。大崎さんありがとうございます。本当にすごい、マジで。あんたすごいわ。ありがとうございます、うん、もういろいろライバルの人とか思わないことにしますもん。もうあんたすごい。いやもう
後輩ですよ僕は。いやもうあんたすごい本当に何を言ってるんですか。神です神。いやそのあっさりやられるとさ本当に命削って泣きながらはやってんのにさらっていかれるとはいはいってなっちゃうんで。おいこれは熱いね。あの金でパネルショートしてんですよ。これワンチャン3度目今日3度目あれして極限無双いきますね。っていうかこれ極限無双だね。マジかよ。うん。これまあまあ熱い熱いっていうか珍しいゼロ角。うん。これゼロ角ですね。これ赤7テンパイすれば二角。はい、オッケー。で極限無双ありがとうございます。運命の一撃を通さずに極限無双はまあまあ記録ですよねこれね。これでもう大丈夫よ3時で切っても。大崎さん楽しいよカラクリ、うん、楽しそうです聞いてるだけで、うん、はい。わいやマリオネット来たらわーいってやってるんだぞお前。オリンピアやっしゃーってなってんだぞ。わいの気持ちにも寄り添ってくれよ。いや出ますよ。うるさいよ。うるさいよもう。あー助かる。100100100。あーダメ終わりかな。おー終わんない。あー終わりだ。終わんない。どっちだよ終わんないんだわ。ちょ真ん中あー終わったな。あー終わった800枚。はいおめでとう、はい、もう何も言わないっす。いや今の3度目はちょっとだいぶレアなやつですよ。いや本当によく見せ場を作りますね。あんた天才だなマジで。これで2000枚出たんでまくりですね。でも3時になったら切れちゃうんで番組的にはマイナスですね。お疲れ様でした。72ゲームやめです。1514枚で終わり。投資2070枚、出玉77枚。これちょっと Y 続行します。これしょうがない。収録終わってあれだったんですけど、あの上位中劇場撮っての極限無双まあまあ来ないです。僕自身3回目ですこれもね。
エンディング。お疲れ様でした。エンディング。ありがとうございました。今日ね、いろいろとなんかすいません、もうあなたにかなわない、ちょっと本当に無理と思った。僕のホームみたいなお店なんですけど、うん、ちょっとそこで好き放題やりすぎちゃいましたね。いやでもすごいあっさりやって、うん、何そのめったに怒んない写真撮っとこうかなみたいなことバンバン、あ終わり間際にそういうのやめよう。からくりはうまい方なんですよ、日本でも。まあ、割とトップランカーだと思うんですけど、それは否定せんとこう、今日の見てる限りは、で、良かったですね。ただね、状況も良かったんですよ。状況良かったよね、うん、めちゃくちゃいいよ、状況、本当に、もう、というわけで私、4万5000だが、すなわち、なんだっけ、2070枚ここ出てるんで、入れて、戻りは77枚で1993枚マイナス、はい、すいませんでした。で、僕が464枚マイナスなんで、まあ1000枚差なんで1個陣地は取れるんだけど、向こうの関西の状況ですね。向こうの状況はまだ分からない感じなの、うん、あーでもまあ互角だったんで、うん、今回そのむちゃくちゃ全持って帰る時間ないでしょ。ちょっと気づいちゃったんですけど、うん、ちょいちょいドラえもんみたいな声になりますね。そう、カスカスなんだよ今そうなの、カスカスマンなんで本当に、美女のなんか喉を潤したいな。何言ってんのもう本当にもうさっき中締めかなんか、あ違う、電話してる時に、うん、まあまあ綺麗な女の方がいて、もう、そっからずっと言ってるよね。もう今もそうです、ロックオンです。もうそれは関係ない、やらしいお姉さんいねえかなって、もう意味わかんない、うん、もうエレオノールさんこうやってみたいな、うおーってなっちゃうんでね、すいません、終わろう、終わりましょう、終わっていきましょう、うん、というわけで、はい、お疲れ様でした。また見てください。おはようございま す。今日はすいませんでした、本当に朝から。何が起こったんすか。いや、なんか、全然来ないのよ、待ち合わせ時間に。そうですよ。いや、俺マジぶち切られるかなと思ったんですけど、前回僕のせいで、東と西、イーブンまで戻りました。負けが少ない方が勝ちとか、つまんないです。いつもこの番組これなんですよ。そうでしょ、そうでしょ。全員負けて、いかに軽いかっていう争いしてるんで。そういうことじゃダメなんですね。